子連れの方がいたんで、まあ、同じような内容でちょっと自分も仕上げたいなっていうところで、まあ、リアはもうドラムブレーキでっていうで、あのラウンドのスインガーも使って、で、まあ、ちょっと今回ナローで最初ちょっとフリスコっぽい4速フレームでいけたらなとも思ったんですけど、まあ、あのちょっとハンドルをあのプルバックとかそういう風に、まあ、変えてちょっと60年代っぽいようなフォルムが出るかな、前から見た時とかに60年代っぽい雰囲気も出るかなっていうような流れですね。なので、まあ、ちょっと最初にフリスコっぽくっていうイメージもあったので、フェンダーはフリスコフェンダーを使ってスポーツスタータンクっていう、ちょっとこう何かのこういあの昔ながらの定番スタイルっていうもののそのカテゴリーにちょっと入れたかった部分もあったっていうところですね。なので、まあ、結構もうお任せっていうところであのお客さんが言ってくれたので、あの、まあ、そのありそうでないようなスタイリングでちょっとやってみたような感じですね。なのでフリスコスフェンダーに CC バー立ててみたりとか、なんかそういう部分。乗れるショベルヘッドっていう部分が、自分の、まあ、年代から上の方であったりっていうのをちょっとこう提案していきたいなっていう分野もあったので、まあ、それはもうオーナーさんと話があって、まあ、オーナーさんもまあそれだったらセル付きがいいっていうような部分があったので、セル付きにしてっていう部分です。で、まあ、それより快適に乗れるっていうショベルヘッドを作ったような感じにはなってますね。